にちは、シーバードです。今回はサイクロン3種類鳴らし比べていきたいと思います。3つのサイクロンなんですけれども、こちらフェンダーのね、ジャパン2024年製ピッカピカです。で、これがメキシコですね。で、もう1本がですね、こちらスクワイヤーのサイクロンになっております。今回この3つを鳴らし比べていきます。仕様的なところなんですけれどもですね、ボディはアルダーで、メイプルのネックにローズウッドの指板で22フレット、ピックアップは SH と、でトレモロのブリッジですね、ボリューム、トーン。これがね、サイクロンのオーソドックスかどうかわかんないんですけれども、サイクロンでね、この仕様が多いですね。で、今回ね、僕のメキシコはですね、ちょっとピックアップを交換しているので、まあこれはね、あくまでもね、参考までにというところでの鳴らし比べになるんですけれども、ピックアップが JB と、フロントはね、シングルハムにしてるんですよ。なのでね、パワーは強めになっております。まあこの2本に関してはオリジナルのままなので、参考になるんじゃないかなというところでございます。では早速ですね、まあ最初のファーストインプレッション的なところをね、お伝えさせていただきましょうかね。このジャパンはね、持った感じね、軽い感じがします。あ、いいな、まるで 3.4 キロ サテンのフィニッシュになってるんですけれども、塗装はね、若干濃いめでね、高級感がある感じで、クルーソンのペグで非常に質はいいです。まあさすがですね、2024年製のジャパン。まあ鳴りも響きもまあいいんじゃないですかね。で、続いてはね、スクワイヤーいきましょうか。こっちの方がね、ネックが太いんですよ。重量もね、若干重いんです。 3.5 とか 3.6 とか。メイドインインドネシアなんですけれども、まあね、作りはね、悪いとは思わないんですけれども、ペグがね、まあ、ジャパンよりはちょっと、おしとやかな。まあ、鳴りがおしとやかな感じですかね。やっぱね、同じ材だけど、この視点の部分ですね、このペグとね、この、ブリッジ、これが違うだけでね、全然なんか張りっぽさがね、やっぱね、フェンダーとは違うんですよね。ネックはね、ジャパンと同じく C シェイプなんだけれども、ゴム太になってます。まあ太いからこの鳴りがね、保ててるんでしょうね。それではメキシコ、やっぱね、これがね、一番ね、重厚感があるというか、ネックの持ち心地もね、かなりね、高級感がありますね。バランス感はね、やっぱいいっすね。うん。ちょっともう一回ジャパン鳴らしてみましょうかね。あ、ネックはね、メキシコより若干こっちの方が厚い。で、軽くて軽快ですね、音がね。まあ、この辺の生音の違いがね、実際アンプ通したらどれぐらい変わってくるのか。では、リアからいきます。いいですね、いい感じの図太さ。これ使いやすそう。まあいいですね。フロント。おお。もっとカラーンっていう感じを想像してたんですけど。
れ強い。意外と残ったなっていう。カリカリンって感じをね想像してたんですけれども、意外と太い感じでしたね。ではスクワイヤーいきます。ちょっとノブが違いますね。若干小ぶり、パワーこっちの方が。カラッとしてる印象をねイメージしてたんですけど、まあね、いい。まあコリンとしてて。狭いっすね。やっぱローが、まあ、そんなに出ないと。まあでも逆に使いやすいのかなっていうところですね。ミックス。おお、なんか音はね、まあ遜色ないというか全然申し分ないっすね。ジャパンに負けない感じ。想像以上にこれね、音はね、良かったっす。やっぱね、インドネシアね、クオリティ高いっすね。本当に金物だけね、どうにかしたいなっていうとこっすけどね。では、メキシコ行きたいと思います。やっぱネックは一番ね、これがシャープで、硬い。で、リアから。力強いし、コリンとかさすが JB ですね。フロント、バランスが非常にいいっすよね。音粒も、ミックス、良質なピックアップをね乗っけてるっていうのもあるんですけれども、元々の素材の良さ、ネックの硬さもねやっぱねちょっと違いますね。しっかりとした硬さがこれはねあるんで、ネックの芯の強さっていうのはねやっぱりありますね。では続いてはねちょっと歪ませてみましょう。もうちょいねリア強くてもいいんじゃないかなっていう感じはしますね。
らんか。スクラムというにはジョリンとした感じですよね。このねメキシコが人気があったんですけれども廃盤になりまして、まあ、それにねそっくりそのまま似たような形で作ったのがこちらのね今発売されているダイナのジャパンになっております。作りもねしっかりしてるし、まあ、非常にかっこいいんですけれども、まあ、ピックアップはね結構ね好みが分かれてくるというところなので、まあ、変えてみるのも手かなと思います。あとねスクワイヤーに関してはお値段お安いですけれども悪くないよと、まあ、ただ金物はちょっといただけないかなというところが僕の感想です。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。